バイデン大統領は就任初日にトランプ時代の1776委員会の解散を命じました。1776委員会はアメリカの歴史的真実に基づく愛国教育を推進することを目的としていました。同委員会は今、非政府組織として再始動しています。NTD は同委員会のメンバーにインタビューしました。報道をご覧ください。 1776委員会はバイデン政権に批判的人種理論とそれに関連するカリキュラムを誤った人種差別反対主義の名において推進するアメリカの歴史と市民教育プログラムへの資金援助の提案を中止するよう要請しています。トランプ前大統領が指名した諮問委員会はバイデン大統領の就任初日に解散を命じられて以来、 初めて5月24日にワシントンのヒルズデール大学で再召集されました。1776委員会を批判する人たちは、アメリカは構造的に人種差別主義だと言い、同委員会についても人種差別的であり、政治的で歴史に基づくものではないとの見解を示しています。NTD は元政治学教授で同委員会のメンバーであるキャロル・スペイン博士にインタビューを行いました。

最終的にアメリカの敵の利益になると述べています。例えば、この国が本質的に悪であると教えられていれば、国民は国を守るために軍隊に入りたいとは思わないだろうとスウェイン博士は指摘します。1776委員会はこのような状況に対抗し、アメリカ人の絆、相互の友情、市民としての献身を呼び覚ますことを目的としています。What is much closer to Dr. Martin Luther King's vision where people would be judged by the content of their character and not the color of their skin. America is not supposed to be a nation where we single out any group because of their race or their ethnicity and demonize them you know for the color of their skin.. そして前進するために、1776委員会は草の根運動の促進を支援していきたいと考えています。Uh, groups, uh, yes, uh, スウェイン博士は、アメリカの真の歴史を学び、愛国精神を鼓舞するために、 他の州にも独自の1776委員会を設立するよう進めています。同委員会は、子供たちが誤った物語を教えられていることに対して、保護者グループは教育委員会に立候補し、地元の活動家と一丸となり、子供の教育の主権を取り戻すよう促しています。NTD ジャパンがお伝えしました。